北京の55日は、1963年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画。新潮末期に、義和団の乱が起こり、首都北京に義和団が押し寄せて、外国人居留区が包囲されて11カ国の居留民が牢上して55日間を戦った物語を描いている。ニコラス・レイ監督で主演は、チャールトン・ヘストン、エヴァ・ガードナー、デビット・ニー・ブン。 音楽は、ディミトリティオムキン。制作は、サミュエル・ブロンストンで、当時スペイン・マドリードに本拠を置いて、キング・オブ・キングス、エルシド、ローマ帝国の滅亡など、歴史劇の対作を70ミリで、次々と撮影して、話題となった。この後、世相を反映した、社会派ドラマとリアリズム重視や時代に逆行した、白黒映画に、 佳作ヒット作多々があったりテレビジョンに対抗作である50年代から続いたワイドスクリーンでの対策主義が下火となり負債を抱えて倒産した。監督を務めたニコラス・レイはジェームズ・ディーン主演の理由なき犯行の監督でもある。また大規模な戦闘場面はベンハーで バシャバ競争を史上最大の作戦で海岸の戦闘シーンを専門にメガホンを撮ったアンドリュー・マートンが監督して北京城内での壮大な戦闘シーンを撮っている。音楽はディミトリティオムキンでマヒルの決闘やオーケー牧場のケツトなど話題曲を多数送り出していてこの映画では中国風の旋律を使うと同時に最後の援軍到着時には 各国の更新曲を巧みにアレンジして、列国の北京入場のバックに、勇壮なマーチを演奏している。また、日本から大英を退社した20代の伊丹十三が、当時としては珍しく米国の超大作に出演して、日本軍将校柴五郎を演じている。新王朝は1840年のアヘン戦争以来、国力が衰えて、欧米列強によって繁殖民地化され、 さらに1894年の日清戦争に敗れて国内は混乱していた。1900年、国内に大規模な宗教団体である義和団が暴力による外国勢力排斥の行動を起こしていた。義和団が北京に迫ってくる前にアメリカ海兵隊のマットルイス少佐は敗下の部隊を引き連れて北京に到着し、北京市内を行軍中に不穏な動きに遭遇した。 ホテル到着後各国の将校と談話しながら、ロシアのナタリー・イワノフ男爵夫人と知り合い、やがて恋中となって、イギリス大使館主催のビクトリア女王誕生記念の舞踏会に二人で出席した。また北京で、久しぶりに友人のマーシャル大儀と再会して、彼に中国人女性との間に生まれた十二歳になる娘、テレサがいることを知る。一方、ワダンの放棄で、 新王朝内には、義和団を支持する、橋軍王の主戦派と国内を早く近代化すべきと、する坂六将軍の和平派とが分裂していた。主戦派の丹軍王は、陰で義和団を指揮して宣教師の殺害や白中二公子を襲撃したりしたが、坂六将軍はそれに反対して、義和団との関係を断つことを求めていた。しかし最初は曖昧な態度であった聖太鼓は、 次第に、義和団を支持するようになった。やがて、北京市内を散歩していたドイツ公使が襲撃され、殺される。この現場を見た、ルイス大佐は、現場近くで、単軍王が講師の殺害を命じているところを目撃した。すぐに、英国公使アーサー・ロバートソン教は生太公に抗議したが、言葉たみに取り上げず、事態は何も解決せず、逆にその人に、 民衆から突き上げを受けるのであった。そして1900年6月20日、義和団がついに攻撃を開始して、北京の外国公使館地区に押し寄せて包囲した。この時に、北京の公使館地区に住む11カ国の軍人及び家族や婦女子を守るため、11カ国の軍が合同して、自衛に当たり全員が籠城した。北京の外国公使館地区に籠城した11カ国の 居留民は約3000人で、それを守る海兵隊や水兵の部隊は合わせても約500名。それらの兵力によって女性や子供を守りながら戦わなければならなかった。やがて新朝の正規軍が攻撃に加わるようになって激戦となり死者が増していく中でルイスは岩の不断釈婦夫人やマーシャル隊員が亡くなったことを知る。マーシャル隊員の娘テレサに父の死を伝え、 悲しみを小さな胸で耐える姿に心を痛めた。義和団の弾薬庫に夜に忍び込んで爆発させたりした。やがて天津に各国の救援軍が到着したとの報を受けて密かに北京城を抜け出して天津に向けて線路上を進んでいったが備えられていた爆薬で死者が出て引き返した。北京に戻ると激しい戦闘の最中で縄文が激しい放火で燃え盛り、 ロケット弾が撃ち込まれると、火炎瓶を大鍋に詰め込んで、遠くへ飛ばして自爆させたりして、死闘は続いた。そして8月14日朝、縄文の上で、ルイス少佐は、ロバートソン講師から、ねぎらいの言葉を受けてこの日が、攻撃開始から55日目に当たることを聞いた直後、義和弾から総攻撃を受けて戦闘が始まった。しかし自分たちに飛んでくる。 はずの砲弾がその日は、義和弾の方へ落ちていき、あれは、真の大砲かと戸惑っていると、やがて攻撃が止んで、義和弾が退去した。一瞬の静寂の後に現れたのは、天津から上京してきた8カ国の救援軍であった。牢場していた兵士も、女性たちも狂気して、抱き合い観光して、援軍を迎えた。十五日間に及んだ牢場は終わった。生態校は、 北京を一時退去し、新朝の行く末が短いことを感じ取っていた。ロバートソン講師は故国へ帰ることになり、ルイス少佐は部下を率いて北京を去ることになった。講師とお別れの挨拶をした後に、少佐はテレサを馬上に乗せて舞台と共に北京を去っていった。この時期の超大作映画は画面が始まる前にオーケストラで助曲が流れて後に スクリーンの映写が始まるもので、テーマ曲もオーケストラの演奏である。そのテーマを主題歌として、55デ y ズ ATP キングは、ブラザーズ・フォア版が日本でも販売されヒットした。デューク・エーセスが英語歌詞で吹き込んだカバー曲が制作され、朝日ソノラマから発売された、そのシート映画音楽ナンバー25に収録された。この他に日本で 勝見茂シゲルが歌うカバー曲も制作されて歌詞は原曲に忠実だが、さらに加えて精鋭日本などの歌詞が追加されている。映画公開時にシングルレコードとして発売された。B 面は同じ時期に放送を始めたテレビアニメの主題歌、エイトマンである。作品中では、疑話団は悪役として設定されているが、現在の中国では、 欧米の帝国主義的侵略に対抗した義民として肯定的に評価されている。また義和団が掲げる旗印が当時の不信滅用ではなく京都になっているなど交渉が不十分な場面が含まれる。撮影はスペインで行われたが数千名の中国人を出演させるため映画会社はスペイン全土から中国人を集めたという。またチャイニーズレストランで働く。 中国人が多かったため、撮影期間中の数ヶ月は、スペインのチャイニーズレストランがほとんど閉店したという話が残っている。実際にはそれだけでは足りなくて、ロンドン、ローマ、リスボン、マルセイユあたりからも集められたという。なお初公開時のパンフレットによると5ヶ月間に1200人の中国人たちが撮影に参加した。この映画の舞台は、中国、北京で、 撮影地はスペイン・マドリード。制作者、監督、主演はアメリカ人。当時は東西対立で中国とは冷戦状態であったので現地でのロケが難しく、本来はハリウッドで制作されてもいい映画であった。しかし1960年前後からアメリカ映画でありながらアメリカ国内で撮影されない映画が増えてきていた。 ベンハーはイタリアのチネチッタで行われて、スパルタカスはスペインで撮影されている。そしてアメリカのプロデューサーであったサミュエル・ブロンストンがスペインに本拠を置き、ニコラス・レイ監督のキング・オブ・キングス・北京の55日、アンソニーマン監督のエルシド・ローマ帝国の滅亡の歴史物の超大作を70ミリ映画としてスペインで撮影している。この理由は、 映画制作にかかるコストが高くなり、ハリウッドでの撮影でなく、イタリアやスペインでの撮影で経費を節減することにあった。また当時のスペインは、フランコ政権の時代で、フランコ自身が映画好きで撮影に、スペイン陸軍の兵士を無償でエキストラに使うことができたことによる。デビットリーン監督のアラビアのロレンスも一部が、スペインで、そしてドクトルジバゴは、 全編がスペインで撮影された。しかし、50年代のスクリーンの大型化から始まった歴史物の超大作の制作は、この北京の55日以降70ミリ映画の価値が薄れて、あまりヒットせず、サミュエル・ブロンストンの倒産と合わせるかのように、対策主義が影を潜めていった。また、ここで活躍した映画監督も、その後映画制作に関わることが少なくなった。 北京の55日は、まだ70ミリ映画というだけで客が入りヒットする時代の最後の作品であった。そして、ハリウッドがもはや映画を撮影するところではなく、映画会社の本部があるという意味での映画産業の中心地に変わっていった。キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2011201ページ戦闘や、 アクション場面だけを専門に監督するもので、第二班監督とも呼ばれた。日本軍の援軍到着時に流れていたのは、将棋隊更新局で、米国の場合は、海兵隊マーチであった。当時は、痛み13で、映画での出演者の字幕も一度痛みとなっている。モデルは、クロード・マクドナルド表記は、痛み13、現職現代新百科事典学習研究者による。清を守り、 外国を滅ぼせの意味だが、映画の中では、北京市街の戦闘場面で壁にこのスローガンが書かれていて、必ずしも映画で使われていなかったわけではない。ありがとうございます。